チャンネル登録お願いします。皆さん誕生日おめでとうございます。誕生日じゃねえ、明けましておめでとうございます。正月早々こんなオープニングを作ってしまって申し訳ありません。でこの2023年、僕目標を立てました。それは一回も絶叫しないでゲーム実況をやっていくこと。無理だよって思ってる方いるでしょ。無理だね。はいどうもピカキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースト、ドラゴンローハイナイトカッコトロールということで、竜は夜に笑うということでしょうか。でねこれ説明文にさ、小6の時に作った騙し投稿してなかったので、小6の僕に負けないよう頑張ってくださいって書いてるんだよね。いやすごくない？まだやってないからわかんないんだけど、小学校6年生でこんなクオリティの高そうなトロールコースト作ってるんだよ。ぜひどんなもんか見ていきたいですね。だがしかし大人を舐めるんじゃないよ制作者さん。この僕が大人げもなくこのコースちゃちゃっとクリアしてやろうじゃないけ。もうオープニングだけで疲れた。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.34%。 みんなもう初詣とか行った？初詣って言ったらさ、夜中の0時00分、1月1日になった瞬間に行く初詣、めっちゃルンルンしない？あの楽しみ分かる人いるかな。夜遊びしてるって感じがするよね。はいどうも明けましておめでとうございます。さあここはまず下に降りてっていいのか。なんかすげえ怪しいけど、一旦下に降りるしかないよね。年明け芋虫。もう大体分かったね。小学6年生の方が作ったってことは、初見殺しがめちゃめちゃ多いコースだと思います。小学生の作るコースってそういうの多いよね。でここ右開かないけど、どうやって行くんだろう。この四角の脇叩くみたいな。なるほどね、そういうことか。もう分かってんだよ、大人は舐めるな。じゃあオンオフをしていこうか。パサバー。みんな餅食べた？餅って言えばさ、餅の世界最強ランキング大会選手権大会しない？餅の最強って言ったらさ、やっぱり大根おろしと醤油だと思うんだよね。あの砂糖と醤油つけたやつもめっちゃうまいんだけど、あんことかも。でも最強はやっぱりさ、大根と醤油なんじゃない？そう、わー！異論は認める。だが餅の組み合わせの最強は大根おろしと醤油だと思ってる。っていうかここ上行けないんだね。じゃああのデカキノコまだ取る必要ないんだよ。そしてこの上も行けない。じゃあ左行ってすぐ右に行く。バネが乗ってたのか。さっき見えなかったよ、元旦早々騙してきやがって。そんな騙しいいからお年玉ちょうだいよ。じゃあここは右に行くしかないよな。そしてここバーがあるしブロックもある。じゃあデカキノコであのブロックを壊せっていう感じか。テロロテッテッテじゃねえんだよ。ああ、なるほどね、ここに隠しブロックがあるから、あの隠し叩いてすぐ左に行けっていうことだったのね。テロロテロロテッ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 。そういや最近ね、よくもらう言葉があるんだけど、僕の動画をさ、やっぱ面白いって思ってる方は他の人に勧めたくなるじゃん。まあ、僕の動画だけじゃなくて、面白いって思う動画ってさ、やっぱ共有したくなるから勧めると思うんだけど、で勧めたらさ、マジで頭おかしいんじゃねえのってよく言われるみたいなんですよね。マジでちょっと失礼じゃないかなと思って。いや僕に失礼とかじゃないで、その人に失礼なんじゃない？せっかく教えてくれた人に。だってさ、僕釣りが好きです、いやお前頭おかしいんじゃねって言われるみたいなもんだよ。マジそれってちょっとどうかなって思うんだよね。なんか自分の趣味が反対されてるみたいで、ちょっと嫌。大事な話してんだから、雑魚は引っ込んでる。まあ僕もね、正月早々こんなネガティブなことを言いたいわけじゃないんですよ。ただリスナーさんの皆さんがけなされてるっていうのがさ、僕ちょっと頭にきたっていうか。僕は結構ね言われ慣れてるからいいんだけど、この鶏頭、ここまで来たら感心するわ。本当に素晴らしいと思う。こんなコース小学生が作れるようなレベルじゃないと思うもん。将来が心配だね。変な人になるなよ制作者。じゃあここはジャンプしてみます。そしたらなんか敵、なんか来てんだ。鉄球を出すでしょ。そしてすぐ鉄球を避ける。ここツタがあるってことはさ、ジャンプした瞬間すぐ上を進化でいいんじゃない？それで、あー、これで簡単にいけるのね。そしてここの魚抜いているか、一旦雲抜こうか。うわ、どっちだろう、真ん中、いや右、いや左で抜いてみようか。これが正解。いやー、ペーン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 ドゥティーンディリディディドゥーンドゥディディそんなの分かるかまで。小学生に負けるわけにはいかないんだ。ちょっと本気を出してみるか。ヒゲ草地たまり。
今めちゃめちゃ恥ずかしい髪型しなかった？チタチカマリって言わなかったっけ？あ、ここをなんかギリギリに行けたね。危ねえ、あのバネに引っかからなかったよ。そしてあの土管に入っていけっていうことなんだね。さあどんどん来るがいいさ、制作者。僕はまだ全然物足りないぞ。そここでカルのコーラをかぶっていく。そしてこの下に降りればいいと思うところ、左に蹴ってあのオンオフをする。それで正解だよ。まずいなこれは。下に行ったら何がある？ドキリマン。この状態から蹴れる？そして右下のオンオフをするみたいな蹴れねえじゃねえかじゃあ下に行くしかないよね。下に行くことで何か変わることを期待しよう。あ、これでオンオフが変わんのか。そしてここ右ゆっくり行こうか。素直に進ませてくれるわけがないよなここは。すいません、イケボが出てしまいました。まあいつもイケボしか出してないんだけど、きっとコメント欄はイケボだねピヨキングさんっていうコメント欄でめちゃめちゃ溢れてると思うよ。じゃあここでカロンを倒していく。さあドアに入ってそろそろチェックポイントにあってほしいところですけど、チェックポイントにって書いてあるな。右にラッシュしようか。きっとそれが正解だ。頼む、右にだー。ねーねーねー。正直なめてた。ここまでやるなんて全く思ってなかったね。だからガチで行かせてもらうわ。いやでもね、小学生相手にね本気になるのってどうかと思うんですよ。でもねそんなん言ってられないね。今小学生の方が上手い時代じゃん。大人顔負けのそんなレベルで作ってきてるから、ここからガチで行かせてもらおう。なんでマジで集中するために無言になってしまったら申し訳ありません。さあ中間ポイント、ここからゴールまでガチで集中して無言でやっていこうかなと思います。あだここ下が足場がないって分かんなかったじゃあここは右の方から行く。右は何もないか。じゃあここで隠しブロック。なるほど、あれでファイヤーが取れないね。いやまだワンチャンあるよ。これがファイヤーっていう可能性が。燃えろー。もうこのコースの特徴を大体使ってきたね。隠しブロックめっちゃ多くない？で隠しブロックが出たら左右どっちかにすぐに行けみたいな、多分そんなんだと思うよ。もう余裕だね。それはわかるか。 USA を取ってこいって書いてたじゃん。 USA がどこにあるかわかんないんだよね。チビで行けば右に USA が出るみたいな、もうそれしかないよね。オッケーオッケー、なるほどね。上がキノコに変わってるから音符で押し出してくれるっていうことなのか。そしてここは亀を抜いて、危ないね。あの時ぞ、じゃあここしゃがんで投げてみるよ。頼む、行ってくれ。いやいやまだ全然大丈夫。あっあっあっ、よっしゃオッケー。え、これゴールできたんじゃない？うわ、上すげー気になる。ゴールできてしまったよ。じゃあゴールしたいと思いますと見せかけて、やっぱ左で行こうかな。一旦左行かして。あゴールしてしまいましたまあしてしまったもんはしょうがないね。どうもありがとうございました。ちょっと待った、僕が上の土管を調べないと思っているとでも？入れませんね。いや本当にすごかったね今のトロールコース。マジで小学6年生の方がね作ったとは思えないコースでした。ということで次のコースはこの一発マリオ、ウェディングフラワーシャワーということで、説明文にね2人仲良く腕を組んで歩くだけです。しゃがみ使ってもいけます。タイトルがこれしか思いつかなかったので歩きましょうって書いてるんだけど、サムネを見る感じさ、クリボーがオンオフをしてフラワーを上に上げるから、それをくぐっていけっていうことなんじゃないかな。だからウェディングっていうタイトルなんだよきっと。ただこれめちゃめちゃ当たり判定シビアで厳しいと思うんだよな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.84%。 まあクリボーと僕はいつだって仲良しさ、愛の告白して結婚しようと思います。さあ行くよクリボークリボーそこで割れちゃったんだけどえ、鉄球だの鉄球がオンオフしてくれるっていうことなんね。クリボーがめちゃめちゃかわいそう。てっきりクリボーと一緒に歩くと思ってたんだけど、いやこれ図めちゃめちゃ難しいね。当たり判定そう全部取ってんじゃねえか俺は。デカキノコの状態で当たり判定がチビの時よりも結構厳しくなってくるんだよね。ちょっと練習していいかな。うわほんとむずっけ。しゃがみ使ってもいけますって書いてあるから、しゃがみ使っていこうか。でもしゃがみ使ったら行きにくそうなんだよな。右に歩けなくなっちゃうじゃん。だから一旦下くぐって、しゃがんで右、しゃがんで右、しゃがんで右センスねえわ。もうやめた方がいいかもしんないこのコース。僕こんなのリズム天国さ、僕に任せて。リズム天国じゃほぼ全てハイレベルだ。はい、やり直し。いやマジでむずけえこれ。本当に無言になっていい？今まで無言詐欺してるけど、無言だったらね僕結構いけると思うんですよ。それを証明してみせたいと思いません。無機物、心を持て。僕と青の呼吸で行こうじゃないか。あんうんあんうんあんうん
まあまあでも今のが一番良かったね。あうんの呼吸が一番先に進みやすいかもしんない。だからあうんの呼吸さえ使えば絶対先に進めるよ。わっは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 。ほら来たじゃねえんだよ、アウト呼吸どこでやってんだよ。まあ最後ね、アウト呼吸をする前に終わらせてしまったけど、いやこういう一発マリオもなかなか見ないよね。めちゃめちゃシビアだったけど、すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、グラスキャノンということで、ガラスの大砲っていうことなんかな。でこのコースね、どんなコースか全く分かりません。マジで何も考えず適当にダウンロードしたやつなんだよね。だからどんなコースか全く想像もできないんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.23%。 まあタグにねオートスクロールって書いてたからオートスクロール系だと思うんだけど、オートスクロール僕めっちゃ好きなのよ。なんか忙しいじゃん、世話しない感じが好きっていうか。そしたらここいや違うんだって。いや久しぶりだねこういうボンミス。こういうテクニックコースってあんまりやらないからさ。それでここで抜いてこの球にずっと乗っていけっていうことなんかな、ゴールまで。いやそれだったらさ、とんがり効果クリボーとかいたっけ。あブラボの上に乗ってんのね。じゃあこのクリボーを投げて3本を倒して右のメットに乗る。パラッパラッパラッパ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 ラッパッパン。取れてんだよ。テイク2パラパパラパパパパパラパパパパパラパパパラパパ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 パラパパ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 パラパパ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 パ。もうやめていいんじゃないこのコース。大体どんなコースか分かったでしょ。だからもうしなくてもいいと思うんですよ。あのメットに乗るのが難しい。あ乗れたね。そしてここでなるほどチョロプーが出てきて、ここ投げていいのかな。そして次はなるほどこのバネに乗っていけっていう感じで、いやいいね、バネ仕事してくれるんじゃねえか。トロールコースと違ってよ、ここはどうすればいいんだ。バネ教えてよバネ。うるさい、静かにしろ。ここでバネを抜けばいい、そんだけの話さ。そしてここでバックンの上に乗ってあの雲を抜く。ワンツースリー、さあここでこの砲台に乗ってそして次はキラーが出てくるのかい。このキラーに乗ればいいっていうことでしょ。そしてここもジャーンプ。さあここでチェックポイント2があると思います。間違えた、チェックポイント1。お今度はこのスーパーボールフラワーなんだね。あ砲台だけじゃないのか。そしてここどうすればいいの。いやさっきの比べたらめちゃめちゃ簡単じゃん。こんなのボーナスステージだよ。このさメットが早かったら難しいけど、ほら見て50コインを取る余裕なんてあるから。いやこれマジで余裕なんだけど、これボーナスステージっていうことなのかな。ほらほらほら見てこのうまさ、50コインを取るうまさね。うわ上に行ったらあそこあれだね、閉じ込められるっていう感じか。これトロール要素も詰まってるよきっと。余裕すぎる。大丈夫かここで。ここで多分また砲台に乗れっていうコースなんじゃない。あやっぱそうだね。どうすればいいの。なんで花ちゃん立ててくるの、わけわかってんよこれから。今の花ちゃんどうすればいいの。この花ちゃんパックの上、あーなるほどね。そしてここでキラー持っていくのかな。でけえでけえ、見にくいな。ここで投げて乗っていけっていう感じが、そしてもう一回抜くみたいな。どうすればいいのこれ。倒してよけあの亀の甲羅が正解っぽいね。いやこのキラーはでかいで見にくい。投げる、はいからの乗る。そしてここでいや抜く必要なかったのかな、どうなんだろうね。じゃあここで投げるよ。そしてあバブルが出てくるっていうことね。てってれってれじゃれんだよ。ちょっと気になってるところがあって、さっき亀の甲羅を投げたところがあるじゃん、バブルが出てきたところ。あの亀の甲羅再利用するんじゃない、リサイクルするんだよきっと。だからこの亀の甲羅早めに投げて、ここで亀の甲羅を持っていく。そしたらさあのクレーンに引っかかるんじゃないちゃんとジャンプせえ。まあでもそういうことだよね。ここで早めに亀の甲羅投げるでしょ。でここを抜いて次はしっかりとジャンプするよ。溜めてからのジャンプ、そうしたらあのクレーンに引っかかるでしょ。避けんなー面白いじゃないか制作者よ。それでこそ僕のライバルだね、誰かわからないけど。さあ次こそちゃんとあのクレーンに乗っけた甲羅を乗っていく。そしてこっからどうすればいい、抜いていいのか。抜いてやっかこれ抜いてどっか行ったやん、あのスプラトゥーンもさ。じゃあさあのイカはもう乗らなくていいんじゃない。あ乗ってここのオープン乗ればいいのか。そして抜く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 、やったいや
このコース最高だったね。 USA マリオで何かに乗り続けていくコースって結構楽しいよね。どうもありがとうございました。そしてみんな今年もよろしくね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。